コットンオンは、医療品等を販売するオーストラリアのチェーンストアである。オーストラリア、ニュージーランド、香港、マレーシア、シンガポール、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦を、ドイツ、南アフリカ共和国、イギリスの各国に展開する。設立は1991年、最初の店舗がオーストラリアのジーロングに開店した。2010年現在、 世界7カ国に800を超える店舗を構え、約5500人の従業員が働いている。オーストラリアオフィスのデザインチームが商品企画から使用決定までを司さどっており、製造はヨーロッパとアジアにある150の工場に外部委託されている。これら多くの工場は全体で統合を目指すものではなく、労働力の水平分散を目的として運営されている。 1991年にナイジェル・オースティンによりオーストラリアのジーロングで設立された。当初は女性用の衣服のみを売る会社だった。その後、寝巻きや運動着を取り使う、コットンオンボディ、子供服を取り扱う、コットンオンキッズ、靴を取り扱う、ルビーシューズ、文具を取り扱う、タイポなど、いくつものサブブランドを作りながら規模を拡大していった。 2012年2月、コットンオンは、メルボルンの中心業務地区にある、エリザベスストリートに、第3の店舗を開店することを発表した。コットンオンは、コットンオンの他に、コットンオンボディ、コットンオンキッズ、ルビーシューズ、タイポのブランドを展開している。2011年8月2日現在の店舗数は次の通り。ありがとうございます。